所用物って書いてるこの容器なんですけど、これはですね、私特許取ったやつなんです。これは普通の容器はですね、こう開けるとこれが跳ね返るんですね。普通のパッケージはこれは開けるとしないたままでこの状態であるんですね。食べ終わったらこう蓋してまたパチンとロックできるということですね。それとここのところに改ざん防止って言いましてですね、開けたら分かるようにですね、ここにも包丁も入れましてですね、それでこれを開けるとここがちぎれて跡が残るということで、これもパテント取った一つの中のですね、まあ、そういうことを含めて特許取れたのかなというふうに思ってます。でこれは今六花亭さんの、仕事の中で我々の容器は全てうちから作ってると、ファビリスで作ったものが六花亭さんの陳列のところにですね、見ていただければ全てまあうちのものだというふうに見てもらえばですね、なお悪いかと思います。はい、それとですね、これ最近の精神なんですけど、これも六花亭さんがこの2ミリの厚さでもってですね、こういう薄いチョコレートを作ったんです。この薄いものをですね、こういう容器にぴったり入っちゃうと取りづらいわけですね。その取りやすくするためにここをですね、おつけるところ立ち上がるというふうに工夫したんです。これは中の方にですね、これはちょっと丸くですね膨らましてあるんですよ。それでこれは揚げ底でも何でもありませんし、ただこれはチョコレートをこう触るとこう頭が上がると、そうするとこれがこう取りやすいということで、こんな工夫ですね。これはちょっとした形で思い出しながらやったやつなんですけども、これは六花亭さんにですね大変好評を得ましたんです。もう2ミリの厚さですから、ちょっとするとこれ折れてしまうということで、これは非常にこう押さえるとこう浮くということで取りやすくなったんですね。これはちょっとしたアイデアでこういうにできたことなんですけども、あとは一般的なその容器とかこういう入れ物なんですけども、ただこれは中身があくまでも中身を保護するということで、みんなクッキーとかせんべいっていうのは振動とかですね、いろんなものに、それに敏感に伝わって割れが入ったりですね、調子に関して落としますので、こういう溝をつけながらクッションをその圧をですね、その溝で逃がすというようなことで一つ一つ工夫しながら作ってるんですね、こういうものについてですね。であとこういう容器なんかについてもですね、これはフィルム自体もそうですけども、我々のところにこういう溝をつけましたですね、それでこれは開けるときに簡単にイージーオーブンということでやらせてもらったんですけども、簡単にこう取れるということで、そういう工夫もしております。これはですね、本当に六花亭さんもこういう小さなお餅をですね2個入れるというところでですね、入れ方に非常に工夫されてるんですね。例えばこれをただこう包装するのがですね、どうしてもダラッとなってきますし、お餅ですから伸びますから、そういうことを防ぐために押さえる方法がないかと、しかしこう丸くできてきてるやつをですね、この丸の中に入れるっていうのは非常に入れづらいですね、上から入れるっていうと。いやこれはもう簡単に私上からこう餅の上からつけたら入るんじゃないかということでやったらうまく入りましたですね。ですからこの材料が違うんですけども、中でもですねお餅がくっついてないんですよ。ということは塗り切り入れたら入れますとですね、伸びて中のせっかくでんぷんでそのくっつきを防いでるやつが、ね、伸びるためにくっついてしまうんですね。ちょっと穴開いちゃって、でこれはこういう形で上からつけてますから、これがきちっと離れるということで、まあ、これなんかもちょっとしたことで、まあ、いい形ができたなというふうに思っています。そうですね、私今医療関係にですね力を入れているのがですね、まあ、たまたま旭川にある日本メディカルさんという会社と出会うことが始まりなんですけども、ただ自分としてですね、世の中に一番弱いと思われる人は誰なのかということを
考えたことがあるんです。その時にやはり体を壊してですね、病院で入院されている方が世の中で一番弱くなった時なのかなというふうに感じた時にですね、こういう人たちに何をもって自分の力で貢献できるものは何かないかということがですね、この医療に取り組むですね、きっかけになったんです。で、たまたまですね、今、私たちでやってる代表的なものはですね、ガーゼをですね、手術したときにガーゼを取り忘れたと。それはなぜ取り忘れるのかということをお医者さんに聞いたらですね、どうしても赤いものを長時間見ていると、黒い斑点がたくさんできちゃってですね、それで、取ったガーゼがですね、黒くなって見えなくなると。ですから何枚取り出したかということがわからないというのが現状だったんですね。それで、このガーゼを、入れた数を、入れた数のは、まあ、血止めに使うわけですけど、例えば17枚というものをですね、あるいは手術用のガーゼは20枚って決まってますから、これを例えば20枚のところ3枚残ってれば17枚入ってるんだと。じゃあ20の穴を開けてですね、それで1枚ずつ取り出して埋めた時に3つ開いてれば全部取り出したという、まあ簡単な目で見て数が分かるんですね。そういうものをまずつまずして考えたんですね。で、その時に色が黒くなってこう見えなくなる時に、ただ目に映る色はですね、お医者さんが着る手術着のグリーンブルーという色がですね、色だけは見えるんですね。それで私たちも容器の二重の穴の中に、まあ、そういう色をつけたんですね。グリーンブルーの原炭を使ってやったと。そしてなおかつそれを出した後にそれを測ればですね、出血した血液の量も分かるということで、これはまあ今時間だんだん経ってきましてですね、かなり脚光を浴びてきているというのが現状です。だそういう類のことから、まあ、医療の仕事中についてはですね、まだまだこの先我々がですね、お手伝いできるものはあるだろうというふうに、まあ、想像はしているところです。